ラさん。どちら様でしょうか。あ、こんにちは。あ、霊源様。あ、一回止めます。皆様ごきげんよう。OK。お久しぶりです、片岡五郎でございます。柳川で、公演いたします、芝居の稽古最中で、いろんな素晴らしい男優さん女優さんが出ていただいております。皆さんにまず紹介してみましょう。どうぞ、ちょっと立ってください。何してるんですか。なんか食べてる。なんか食べてる。そんなことばっかやってますね。はい。お名前は。足立美咲です。美咲ちゃん、はい、この子がまた面白くってね、芝居の中ではね中心人物ね。そうですかね。どうですか。え、何がですか。この芝居。どうですか。芝居ですか。いや、すごいなんか、あったか、心があったかくなるお話で、ぜひ見て、皆さんにも見ていただきたいですね。そうですね。はい、でも柳川まで行くのはね、大変ですね。電車賃出してくれますか。あ、出し100円ぐらいなら出せます。電車賃。私と親子をやっております。お名前は。松田幸太郎です。五郎さんの息子役をやります。どうですか。何がですか。いやいや、親子っていうのは。いや、親子もありがたいですよ。親父がいないんで。あ、そうなの。本当にありがたいですよ。はい、いい役です。そのあれには冷たいですね。冷たくないでしょ。全然冷たくないですよ。五郎さんです、冷たいのは。そんなことないですよ。いつもね、履ける時のきっかけが五郎さんがね、履けさせてくれるんですけど、いつもね、言わないんですよ。だから履けれないっていうね。はい。でもね、面白くやっていきましょう。そうですね、楽しみにしてます。この度初めて参加させていただきます、はいはい、エンジェルマリリン役の矢野泉です。よろしくお願いします。すごく面白い芝居してますよね、はい、あ、そうですか、うん、はい、まあ、いつも3枚目役を。あ、そうなんですか。そうなんです。美人なのに。いや、本当のことありがとうございます。いい方ですね、五郎さん。やっと褒められましたよ。なかなか褒められないんで。なんて言うんですかね。はい、新井律子です。なんか今回はまたやりがいのある役をいただきまして頑張りたいと思います。第8回公演なんですけど、私は7回目、ね、ああ、そう、はい、すごいね。五郎さんは何回目ですか。僕は8回目です。嘘だ、一緒でしょ。あ、そうだっけ。そうだよ、だから一緒です。ずっと一緒。俺がどの時はだから一緒だから。あ、そうだね。そうです、7回目、五郎さんと一緒に今回で7回目の江口真一座です。それではこっちに行きますよ。大丈夫ですか。はい、はい、内さん、はい、あ、はじめまして、森田浩二役の筑出志蔵と申します。はじめまして。初めてだから、はじめまして。ちょっと近すぎましたね。いやいや、もう、いい男だからね。ライトがバッテン何個入ってついてる。
よろしくお願いします。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。一人で。岐阜県生まれの、そういう設定なんで、ちょっとあの岐阜の言葉がわからないんですけど、頑張って挑戦してます。あと1週間ですけど、よろしくお願いします。美人をご紹介します。高井澄子と申します。高井府警役をやらせていただきます。柳川に行きたくてずっとつっついてたんですが、今回初参加できることになりました。よろしくお願いします。お年寄りを呼んでみましょう。お年寄り、お年寄り誰もいないよ、誰もいないよ。お年寄りいなかった。腰が痛い。痛いです。腰痛い。どうも、またよろしくお願いいたします。柳川に行けることとっても楽しみにしています。今回はね、あのニュースキャスターみたいな番組の司会者っていう役だから、まあ大した役柄と本人と遠くはないんだけども、また和気あいあいと楽しくやっております。おばあさん相手に。でだけど本当みんなね、もうだんだん大丈夫なの、ゴロちゃんは。ダメよ。ダメそう。私もね、なんか前転んだの覚えてない、階段ブディストで、あそこがね、こう年々あれ1年半ぐらい前なんだけど、うん、そうだね、うん、こんな季節の変わり目やなんかしみしみ痛いのよ。やだね、年は取りたくない。あ、でも元気ですから声も変わらずやってますので、ぜひ劇場でお待ちしております。本当に声は変わらないですね。なんか声はって、その和だけ強調しなくたっていいじゃない。いやいや、本当にだからせめて声は頑張ります。はい、分かった演出ありがとうございます。はい、ここで演出の柳川出身でございます。はいはいはい、どうもね。はい、ねえねえ、はいはい、はい、また今年もね、8回目ね、迎えますね。8回目なんだ。はい、江口真一だ。あ、また参りますので、よろしくお願いしますね。まだね、稽古始まったばっかりでね、うん、今日まだ参加できてない方もね、2人ほどいますけど、このメンバーでやりますんでね、ぜひよろしくお願いします。もう五郎さんもね、石谷姉さんももう8回目、はい、7回目、ね、そうですね、やります。でも何回もやってて本当大変じゃない、そんなね。いや、僕も楽しみですよ。あ、そう、毎年楽しみです。もう本当に地元の方がでも喜んでくだされば一番、ね、そうそう、もう本当に毎回の歓迎してくださって、もう心温まる、逆にこっちが温まるようなね。そうそうそう、なんか勲章をいただくとか。そうなの。ああ、そうそうそう、なんか江口真嗣が長いことをね、こうやってボランティアで一生懸命やっていくとね、はいはい、どっかで誰か見ててくださるのね、はい、おめでとうございます。あ、もう本当に柳川の皆さんにもね、うん、まあ、本番当時でもね、お礼を言おうかと思うんですが、はい、東国宮文化褒章というのをいただきまして、うん、少しでもね、はい、お役に立てれば、ね、片棒を担いでる。そうですね、もうみんながもらった賞です、はい、ただ代表でいただいたっていうことです、はい、僕は。はい、ということでよろしくお願いします。今年もありがとうございます。よろしく。え、何、竜亭しばらくの番組を作る？ぜひ見なきゃ。いや、まあ本人の前では絶対言えないですけど、絶対言えないです。本人もう今本人がいないから言えますけど、すごく素敵な、すごく素敵な方です。何ですか？本当にそう思ってますよ。困ったことはね、まあ、片岡五郎さんは結構役で近いことは多いんですけど、結構のんびりされてるからマイペースだから、出番一緒に出る時も多いんですけど、いなかったりとか、出ようかなと思ったら向こうの袖をこう走ってる、でももう出なくちゃいけないとかいう経験もありますし、あとぼーっとされてる、あ、いい、まあ、ボーサーですよ、いい意味でマイペースだからぼーっとされてる時もあって、あ、セリフなのになって思う時は多々ありますね。いや、でもすごいお茶目ですね。最初見かけは
なんかちょっと怖い方なのかなみたいな。話してみるとすごいお茶目で、なんか可愛らしくて私が言うのもなんですけど、なんか子供みたいだなって思って。本当に本人の前では絶対言えないんですけど、本当に東京の父のように思ってます。次の出番待ちの時にいろいろ話しかけてきて楽屋で盛り上がっちゃって、もう本当に困ります。本人の前で優しいですよ。本当ですか？ね、優しいです。穏やかに時間がゆっくり流れてます。あ、そうですね。知っただけじゃない僕は柔道一直線の時しか知らないんですけど、あの頃の怖さというかね、もう絶対高校生じゃないだろう、あ、ね、そういう人がやってたっていう、もうこの時間をこう何、そういうところをこう乗り越えて、あ、この人が出てきたと思ってびっくりしてます。今本当そっちのびっくりしかないですね今。江口さんが今度賞をもらったっていうのは、私最初のそもそもは、柳川に江口さんがお帰りになると同級生や中が、お前は何やってんのって、いえ演劇やってるって、いえ演歌の歌手は来るけど演劇は来ないんだよなって言ったのがきっかけで、本当に地元の方が全部セッティングからポスター貼ってチケット売ってくださって、我々は本当行くだけ、それで演じて見ていただくだけという、そういう本当にボランティアの活動なんです。今回ですね、今年10月ね、21、22、また江口真一座行きます。タイトルはですね、もういっぺよかですか、あ、という感じですね。この作品はですね、6年前に柳川駅前で食堂やってる伊坂信さんというおばあ、まあ、皆さんも、ね、柳川とか住んで、分かると思いますが、その空気感とかですね、人情感とか、そういうものを表に出して、あったかい、笑えるような泣けるようなお芝居にしております。私も久々のおばあちゃん役ですね、ずっと腰が曲がった状態なんですけど頑張りますんで、皆さん楽しみに待っていてください。江口真でした。よろしくです。そうそう、この間ね、実はね、びっくりしたことがありまして、マダム・ミチコが倒れました。え？僕がパソコンやってたら、ドーンと落としてね、あ、なんだろうなと思って、見に行ったら床にダーン倒れて、動けない動けないって言うんで、でもおかげさんで全部撮りまして、まあ3時間ぐらいかかったんですけども、もうその日帰ってこられまして、でね、何がって言ってもね、体じゃなくて口の方を怪我するとよかったなと。でも一応顔が売り物でやってますんで心配したんですけども、でもね、2週間ぐらいで全部治ったですね。娘が来まして、全部湿布から何かしてくれて、で、まあ、もう今は元気なんです。本当に元気でこれからも頑張っていきたいと思ってます。マダム・ミチコは他の現場で頑張ってやってます。じゃあまた来週頑張ってきます。柳川、よろしく。グラサン。